お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらの、もう、はい、見てわかる通り。まあ、知る人ぞ知る、こちら、10秒デッキでございますね。と、こちらはですね、またたびさんって方が、使ってる、考案したデッキで、このバレルプラスのバレル、ミラーバレルですね。で、それにクローンを組み合わせて、もう、キングタワーをですね、その落としていく、狙っていく、もう、はい、いわゆる10秒デッキと言われるデッキでございます。ということでね、もうあの、トロフィーが上がんないんですわ。もう上6、7とか、やばいやばい、高いんですけど、これ見てわかる通り、はい、勝てません。ということで、まあ、勝てないなら何使っても同じじゃねってことでね、今日は、はい、10秒デッキを使ってね、まあ、トロフィーが上がるといいなっていう、はい、多分無理って思ってるんですけど、まあ、やっていきたいと思います。よろしくと。さあ、でこれ、あの、結構使ったことあるんですけど、マジで勝てない。本気で勝てない。これえげつないぐらいむずいんですよ、これで。相手は今見ました、ウッド下げましたね。これ処理して頑張れ。リガー、君ならいける。よいしょ、アウトロー割いた。で、これで、あー、オッケーオッケー、もう、多分今、D が、打っとない。だから、いや、もうちょっと気づかれた？そんなことはないよね。これで、飛ばして、クローン。オッケー、あらあら、え？あー、来たと思った。ちょっと待って。今、勝ったと思ったやん。一瞬勝ったと思うやん、今の。ちょ、待って、ずる。今のはマジで勝ったと思った。完全に勝ったと思った。相手、ポイズンで、ポイズン打たなくて。そんな。もう終わりやん。俺、絶望的。絶望的やん。これ。教えて、またたびさん。こっからどうやって勝つの？そういうのや、そういうの。もうやばいやばい。打ち損ねた。打ち損ねたよ。ファイボとウッドはないわ。ね。でもあの人はあれなんですよね。この、だからサンスペ、ヤーメンウッドのデッキとかにも勝ったりしてて、マジのバケモンっすね。これ一回あれなんですね。一回ここにバレルだけ打って、これにウッド使わせるんですよ。使ってこないんかい！やばい。これやばい。で、これ、バレルプラスのディガ。よいしょ。クロン。ワンチャン？ワンチャン？ないな。はい。ってことでね。一戦目。即死。敗北。まあ、これはね。これはそうだ。もう、無理だ。無理。ああ、すみません。やばい、下着が。よいしょ！もう、リベンジ、マジで。一回は勝ちたい。本当に勝ちたい。ウッド使わせて、バレルミラーでいいと思うんですよ、やり方は。そう甘くないんですかね、でも。相手がまず攻めてこないといけないですもんね、でも。って考えると、めちゃくちゃむずい。さあ。待って。ここに相手多分ザップ使ってくるから、もう一回ギャングしても、ああ、オッケーオッケー、いいよ。さあ、これスペル使うしかないでしょ。オッケー！来た！見ました。今、相手はローリングウッドを使った。ホグだから、ロケットがフリーズっぽい。だから、このゴブリンバレルがめちゃくちゃ刺さる。来た！行きます。ちょっとん。からのクローン構えて、スペル組んだ。オッケー。来た。待って。成功初、うん、いやー、どうなんだこれは。初成功でも、ある、マジである。これディガー飛ばして、ディガー削り。いや、これ、シャシャった？いいよ。あはー。まあ。で、ロケットが600だから、ロケット3発圏内。って思うけど、これ1回防衛ロケ。よいしょ。ポイント。はい。これね、大事。
大事だけど、あれだ、1分半しかないから、こんなところで防衛ロケットを使ってると削りきれないのか。いや、ここはミラーロケット打ってホグ来ても捨てて、で次のロケットまで回して、これ読みウッドが来る。いや、来ないんかい。まあまあまあ、ここはね、無視ですね。はい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 、いいよ。え、これ買ったっぽくね。だってバレルが入ればワンチャン、そのね、ちょっとで勝てるよ、ちょっとで。え、でも待って、これこのデッキあれだ、ファルチェを止められ、ファルチェ止めれない。ファルチェの止め方教えて。これん、やばいやばいやばい。あ、待って、これ止めなくていいや。ロケット打っちゃえ。待って待って待って、間に合ってくれ。いや、勝った。いやー、ちょっと待って、よいしょーよいしょー。はい、グッドゲーム。あ、今2回目にして成功。はい、来ました。もう僕は重要デッキを身につけたので、これは、いいですよ。これを公式戦で使えば、やばいですね。まあ、使わないですけど。さすがに無理ですね。さあ、いやー、これは気持ちいい。でもバレル、見ました？これ相手、ウッド。これ何気ないウッド、めちゃくちゃやるっすけど、この10秒デッキ使ってる側からすると、めちゃくちゃありがたいですね。あ、今ウッド使った、みたいな。今しか使わないですけど、ほぼ。さあ。さあ、困るね、相手困るね。あはー。それは俺が困るね。さあ。まあ、まだね。相手のデッキはなかなか嫌なデッキですね。で、ウッドサイト欲しいな。これで、ウッドは下がる。はい、来た。でも、ファイブもあるんですよね。え、アイスイズそこに出るよ、お前。おお、セーフ。まだね、キング起動してない。キング起動してないから、バレてない。あ、はいはいはい。え、これしかもロケット防衛したらさ、いいんじゃね？意外といいんじゃね？よし。待って、気づいた。これはあれだな。多分、1個取るっていう手もあるのかな。1個取って11にして延長に入ればそのままサンクラ対決みたいな。いや、ダメか。これ守ります、ちゃんとね、ちゃんと守ります。ここはね、まださ、あ、ここだ。これむずいな。ここでウッド多分使ってこないんですよね。もう僕の切ってる。使ってくるんかい。これ、もうこのおしゃれバレルの位置。お？あー、はい。お疲れ様でした。これはね。まあ、そうだよね。そう簡単に勝てるもんじゃないですね。これはね、マジで難しい。これなんか、お、ワンチャン？え？あー、あー、ちょっと希望見えたけど、ほんのちょっとの希望が一瞬にして散った。あー、あと4800か。ロケット8発ぐらいだな。惜しいですね。惜しい。ロケット8発だから、もう3分ぐらいあれば勝てましたね。っていうところで、まあ1勝できたから嬉しい。もう、この1勝めちゃくちゃ大事っすよ。貴重っすよ、これ。だってこの、ホグファルチェのトルネウッドに勝ちましたからね。これはもう、ね、もう十分です。っていうところで、本日はこの10秒デッキ使ってみましたってところで、まあ、むずいですね。むずいですけど、まあ、決まった時ほど気持ちいいもんないです。ってことで、皆さんぜひ、こちら、一度ね、ちょっと使ってみてください。面白いんでね。面白いんで。ぜひぜひ、使ってみてください。っていうところで、本日は以上になります。よければ、
チャンネル登録の方もね、よろしくお願いします。では、バイバイ。